キャロライン軍はアメリカ合衆国バージニア州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は28,545人であり、2000年の22,121人から29.0%増加した。軍庁所在地はボーリンググリーン町であり、同軍で人口最大の町は国勢調査指定地域のレイクランドールである。 1973年のケンタッキーダービー、プリークネスステークス、ベルモントステークスを制して三冠馬となった、セクレタリアとが生まれたのが、軍内の目同級者である。キャロライン軍は1728年に、イギリス領バージニア植民地のエセックス軍、キングクイーン軍、キングウィリアム軍から、それぞれ一部を合わせて設立された。軍名は、イギリス王ジョージ世の妻アンスバッハのキャロラインに、 死なんで名付けられた。植民地時代は北アメリカのサラブレッド・ケバの誕生地だった。イングランドからアラブ種が輸入され、アメリカの主畜の基礎になった。バージニアの独立決議においては、エドモンド・ペンドルトンが大きな役割を果たした。軍出身のジョンペンがアメリカ独立宣言に署名した。ただし、ノースカロライナ植民地の大議員としてだった。 探検家のウィリアム・クラークとその奴隷ークが1803年から1805年に実行されたルイス・クラーク探検隊のメンバーとなり、ウィリアムの兄、ジョージ・ロジャース・クラークは北西部領土の征服者かつアメリカ独立戦争の英雄となった。二人とも現在のレディ・スミス近くで生まれた。1847年、サウサンプトン郡出身のウィリアム・リトル・ビリー・マホーンは、 バージニア士官学校の一期生となり、キャロライン軍のラッパハノックアカデミーで教鞭を取った。マホーンは鉄道の建設と開発者、南軍の将軍、短命だったが、バージニアの再編党指導者、アメリカ合衆国上院議員として、著名になった。1863年5月10日、南軍のストーンウォール・ジャクソン中将が、軍内未編入のウッドフォードの町にあった。 ギニーステーションのチャンドラープランテーションで肺炎の合併症で死んだ。チャンドラーの住居は現在ジャクソンシュラインと呼ばれている。北軍ユリシーズ・グラント将軍が指揮したオーバーランド方面作戦の時、ジョージュ・ピケット将軍が指揮した南軍が見るフォード近くで北軍部隊と戦った。南北戦争が終わろうとしていた1865年4月。 アメリカ合衆国大統領、エイブラハム・リンカーンが首都ワシントン DC で暗殺された。首謀者が逃亡したので追跡が始められた。暗殺から10日後、4月26日未明、ポートロイヤルの西約3マイルにあるガーレットの農園で暗殺者のジョン・ウィルクス・ブースと共謀者のデイビッド・イー、ヘロルドの隠れ場所が突き止められた。連邦軍が彼らを捕まえているにブースは 致命傷を負った。ヘロルドはワシントンに戻され、1865年7月7日に共謀者3人と共に公主刑に処された。1958年、リチャード・ラビングとミルドレッドが結婚した時に、州法の異人主観結婚規制法に異議申し立てを行った。二人はワシントン DC で結婚したが、キャロライン軍に戻ったところで、州法、 1924年の人種統合法のもとに逮捕され告発された。この事件はアメリカ合衆国最高裁判所まで持ち込まれ、最高裁はラビング対バージニア州裁判において1967年に当該バージニア州法は違憲であると裁定した。軍の南端にある目同級者は当初1810年に設立された農園である。 ここがサラブレット競争場の種付け、飼育、調教の施設として著名になった。1972年目同級者で育てられたリバリッチがケンタッキーダービーとベルモントステークスを制して二冠場となった。翌年セクレタリアとが三冠場となった。2003年バージニア州祭を毎年開催する場所として新しく目ウ農園が選ばれた。この祭りは 伝統的に州都リッチモンド市とヘンライコ群で開催されていたが、都市圏開発が進み、行事の規模も大きくなって、狭苦しいものになってきていた。最近では、ヘンライコ群中央のストロベリーヒルで開催されたが、そこがリッチモンドインターナショナルレースウェイになった。2009年9月から州祭は、キャロライン群のメド祭事公園で開かれるようになった。 モトリッチ・モンド・ケルティック・ゲームズ・フェスティバルも、このメドウの会場で、毎年開催されるようになった。2009年、全国市民連合が、オールアメリカ都市省10カ所の一つに、キャロライン軍を挙げた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は539平方マイルであり、このうち陸地533平方マイル。 水域は6平方マイルで、水域率は1.18%である。州都リッチモンド市からは北に30マイル、フレデリックスバーグ市からは南に32マイルに、一致している。キャロライン郡は北に、スタフォード郡とキング・ジョージ郡、南に、ハノーバー郡、東に、キング・ウィリアム郡、キング・アンド・クイーン郡、エセックス郡、西に、スポット・シルベニア郡と接している。内には、 前世時代のクジラやサメの骨が豊富に出土する、石切り場がある。群領域の全体が古代には大洋だった。古生物学者からは、中心よ、中期カルバート層と呼ばれている。クジラの骨は1990年に発見され、新種のクジラであることが分かった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。過去10年間のキャロライン軍経済は、 求めやすい価格の住宅と積極的な企業の採用活動のために急速に成長した。2005年にはアメリカで人口成長率の高い軍中欠に入った。同年企業の採用に対してはバージニアコミュニティ経済開発賞を受賞した。2009年にも同賞を受賞した。キャロライン軍の近年の経済開発が成功した要因には集裁の開催。 接触障害のレミューダ計画、バージニアスポーツ複合施設、電気製品の MCD イン、フォーチュンランキングで14位のマッケソンなどがある。マッケソンが建設した床面積34万、平方フィートの物流センターは、2010年に作られたバージニア州最大の民間施設となった。キャロライン郡には2つの法人化町がある。ボーリンググリーンは元ニューホープビレッジと呼ばれていた。 植民地でも最初期の駅馬車道がリッチモンドから軍内を通ってポトマック川まで通じ、そこからはメリーランド州チャールズ郡に私船が運行された。アメリカでも最初期の駅馬車であり、この道路に沿って定期便が運行された。この道路沿い2700年以前にニューホープ酒場が建てられ、その周辺がニューホープビレッジと呼ばれるようになった。町の設立者、 ジョン・ホームズ大佐のプランテーション、ボーリンググリーンにちなんで町名が変更された。ホームズは1803年に町が郡庁所在地になった時にかなりの広さの土地を寄付した。プランテーションの名前はホームズ家先祖の本拠地だったイングランドボーリンググリーンにちなんで名付けられていた。この敷地には北アメリカでも最初期の競馬場が作られた。 1667年にトマス・ホームズ少佐が登記したプランテーションの土地に、ホームズ家の母屋は1741年に建設された。この家は町の目印となり、州内でも初期の状態を保っている最コクラスの住居となっている。ボーリンググリーン農園は現在、バージニア州の登録建造物かつアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。 現在のキャロライン群庁舎は1835年に建設され、ボーリンググリーンは1837年に町として法人化された。この町はアメリカ競馬の要覧として知られている。国内でも2番目に古いフリーメイソンの支部がある。1834年認可のリッチモンド、フレデリックスバーグポトマック鉄道が近くのミルフォードを通って建設され、 1837年にはフレデリックスバーグ市に達した。この鉄道はワシントン DC で北部の鉄道とリッチモンド市で南部の鉄道と接続して重要なものとなりバージニア州が部分所有していた。1990年代に CSX トランスポーテーションがこれを買収した。主に貨物輸送に使われる南北線となったがアムトラックの列車も走っている。 北バージニアの通勤鉄道であるバージニア急行鉄道の最寄り駅はフレデリックスバーグだが将来はミルフォードまで延伸される計画があるこれができればボーリンググリーンとその周辺の利便性が増すことになるボーリンググリーンはリッチモンド市とフレデリックスバーグ市をつなぐ初期ハイウェイ2本のうちの1本修道2号線沿いにある 後年、アメリカ国道301号線が地域を通って建設され、ワシントン DC の東をバイパスして、リッチモンドとボルティモア市をつないだ。修道207号線は、ボーリンググリーンから西のカーメルチャーチを結んだ。この道は、南北幹線道である、週間高速道路95号線とアメリカ国道1号線と交差している。1941年、 アメリカ合衆国政府は、キャロライン軍、ボーリンググリーンの北と東にある広さ7万7千エーカーの土地を取得した。これが AP ヒル軍事保留地となった。アメリカ陸軍、後に南軍の将軍となった AP ヒルにちなみ、現在は AP ヒルトリデと呼ばれている。毎年ここで多くの正規兵や予備役兵が訓練を受けている。 1981年から2010年の29年間、ボーイスカウトの全国的なジャンボリーが開催された場所でもある。ポートロイヤルはこの地域では歴史ある町である。1652年にラッパハノック川の航行可能な場所にある港として設立された。当時バージニア植民地では川が人や物資を運ぶ主要な交通手段だった。 監禁作物であるタバコを輸出する重要地点だった。地元の伝承によれば、ポートロイアルという名前は、ロイケにちなむ命名とされている。ドロシーロイとその夫ジョンは、王室がチャーターした倉庫、ラッパハノック川を、キング・ジョージ軍に渡す渡し船、及び、酒場を所有していた。21世紀に入って、ロイケの煙突が、町の目印として保存されるようになった。 ポートロイヤルは1744年に町として法人化された。現在町役場と消防署が建つ緑地広場は公共用途のために永遠に保存されている。1830年代に鉄道が完成するようになると港からの出荷は減り始めた。1932年に最後の旅客船運航が止まり道路に置き換えられた。現在のポートロイヤルは アメリカ国道17号線と道301号線が交差する要所にある。ありがとうございます。